るか。よせ、来るな。待て、なんだ。おとなしくしろ。話しやがれ、死んだのいるから。黙れ、血ネズミ。チー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 、どうしたの。死んだの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。常任は職務質問されて、ほら、ああいう性格だから。魔鉱炉の爆発絡みだろ。常任の奴、いつもみたいに怒られて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか。違う、ジョニーは私たちがアバランチだと薄々気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え、でも今日は世話になったからな、レダ。ありがとう、行こう。ジョニーってあれじゃね、あの蜂蜜の館だかなんだかにいたやつだよね。確か入り口のところでさ、ずっとたむろしてたやつだよね。懐かしいな。あれジョニーじゃなかったっけな。どうだっけな。ん、ゴミさん、ん、ゴミ山崩れか。うん、なんか叫んでる。うるさいやっちゃな。で、ついていけばいいのか。クラウド、あそこに隠れよう。ん、おはしめに何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。まさかジェシー、あのポニーテールか。ハハ、 ID は引っ掛けだ。お前の ID で神羅の施設に入れるわけないだろ。さーて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。トレンズちゃん、兵士をボコボコにすればいいんだな。ちょっとな、少なくともジェシーの名前は出ちゃったからな。おい、邪魔するぜ。そいつを話せ。ん、なんだお前は、仲間か。なんだ、誰かいるのか。あ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ。貴様、どういうつもりだ。もうやるしかないよね。そういうことか、口封じか。はい、ケジラ。またなんか、ワンコロがいる。さすがにこれあれかな、敵のレベルも上がるのかな。あ、そうだ、バース来た。さすがにエイトみたいなシステムはないのかな。オッケー、なんだ、終わったのか。おい、誰かいるのか。ジョニーをどこかに運ぼう。分かった、よし、じゃあ焼却炉に。証拠隠滅みたいな。どうしよう、口を封じる。ん？おい、おい、ダメ！お前、やめてくれ！死にたくなかったら町を出ろ。は、はい！世界の果てに消え去ります！本当に行かせていいのか？遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。大丈夫かね。何も、おう、ういえ。モーグリメダル、モーグリメダルは何だろう、なんかメダル王とかいんのかな。ドラクエじゃないけど、なんかいるのかな。ジョニー大丈夫かな。自分の心配をした方がいい、ここから離れよう。うん、
どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、うん、その目。前はもっと…ソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。店に戻る前にちょっとだけでいいからアパートに戻ろうよ。働いたらちゃんと休まなきゃ。まあそういう魔法の目とかそういう問題じゃないんだよな、クラウド君。まあまだな、クラウド君じゃないからな。とりあえず休めばいいのかな。帰りだね。ちょうどよかった。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はい。何でもやはお待ち。なんだ？俺は依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。あ、しているつもりだ。うわっ面だけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるんよ。あいつらとは違うんだろ、粋な。バレてる。バレてる。ん？先にフィルターを交換しちゃおう。ああ、終わったら来て。なんだ、おうちデートか。隣の人は大丈夫かい？大丈夫かな。入れ墨が入ってたけど。あれかな、リユニオンの時にまた出てくるのかな。フィルターの交換？あ、ここか。水道だもんね。暗いな。おお、鮮やか。ふん。そんな、フィルター交換したぐらいで、ふん。どや、俺はフィルターも交換できるソルジャーなんだぜみたいな。これ休んだらティファも回復するかな。休んでおきますか。パラパラパッパッパーみたいな。ゲーム違うけど。あ、すげえ、ちゃんとマテリアが3つついてるよ。んで、あ、回復してるね。特に何もめぼしいものはなさそうだね。んで、終わったぜ。ノックもなしに入んのか、クラウド。それはさすがに。待っててね。急いで終わらせるね。はーい。どれどれ。あ、ちゃんと机とかあるじゃん。お、CD だ。なんて書いてんだろう。読めないな。ここでは寝れないんですか？ここでは寝れないんですか？お、カバンだ。うろうろ。できた。聞かせて、村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？忘れてた。戦争中。ソルジャーは英雄扱いだった。うん、毎日ニュースを見てた。でも俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、シンラのために働くただの、ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。
おしゃれ。私だってするときはするよ。服あるのか。ないけど用意するの。どういうのがいいかな。おお、なんだこれ、急にむせちゃったよ。ギャルゲーが始まったぞ。大人っぽいの、格闘家っぽい、格闘家っぽいのじゃ変わんないよな。異国風なの。もう体つきから大人っぽいのでいいんじゃない。大人っぽいの。お互い年取ったもんね。まあ20歳と21ですからね。私と釣り合う服を選んでね。わかった。あ、クラウドもなんか着るの服。楽しい計画っていいね。ああいいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか。時間もったいなくて。マーレさんには内緒。じゃあ行きますか。おデートおデート。じゃああれかな、服が見れんのかなっていうわけではない。お店ね。いやこれバレるだろ。マーレさん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。行ってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう、別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。三日月チャーム。三日月チャームだって。クソ、慣れないな。慣れないんだけど。三日月チャーム、操作をしていない時に受けるダメージが減少します。あ、これいいじゃん。じゃあ行きますか。ヘマしたら承知しないよ。ティファには話しかけらんないと。じゃあ店に向かいますかね。さあ着いたよ。疲れたでしょ。まあそうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか。ティファ、私もちょっと疲れちゃったね。えミッドガルにはずっと。そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか。じゃあどうする、もう少し街を回ってみる。いや大丈夫。もう散々回ってたからね。クエストも全部一応クリアしたし今のところ。お、上がってきた。お散歩。そんなとこ。おい、下に全員集合だ。今から。じゃあ次の作戦は。マリン、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。ボムだ。アジトは健在ですね。ほんとごめん、もう少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう。あ、選べんの。あ、選択肢同じだね。きついね、そんな気分じゃない。まあ乗ってあげましょう。ここはきついのくれないか。見せるね。そんな一気に飲んで平気？好きって言ってくれるお客さん多いんだ。
人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。地名ですけど。コスモキャニオン地名ですけど。綺麗だ。ティファがね。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。まあティファはね、ストーリー中ほとんど悩んでるからね。クラウドがクラウドじゃねえからな。飲みかけのまま置いといていいのかな。お、入れる。おお、入れた。酒作れるんじゃないこれ。酒作っていいんじゃない。黄色い花か。うん、君が持ってきたんだよ。君が持ってきたんだよ。さすがにお酒は作れないね。お、出れる？出れない。もうセブンの時はね、なんかね、こんところ入れなかったからね、すごい新鮮だね。結局やることないね。おダーツができる。ダーツの遊び方、まるでダーツを投げ命中したエリアの得点が持ち点から引かれていきます。3投で1回です。1回です。持ち点がぴったりに0になるまでの回数を競い合います。ん？どういうこと？ダーツを投げるまでの制限時間があり、ターゲットカーソルが小さくなるほど正確にダーツを投げられます。できるだけ高得点のエリアを狙って少ない回数でのクリアを目指しましょう。なるほど。高得点のコツ、ダーツ盤の中央にあるブルや狭い円状のダブルトリプルエリアにダーツが当てれば多くの得点が入ります。ただし持ち点がマイナスになるとバスト状態になり、そのラウンドは失敗となり持ち点は巻き戻りますので注意しましょう。あと1投でクリアできるリーチ状態になったらクリア目前です。ダーツ盤にリーチエリアが表示されるので、そのエリアめがけて最後の1投を決めましょう。恥ずかしながらね、ダーツをやったことがないんでね、よくわかんないんですよね、細かいルールが。行きます、クラウド。ん？どうやってやんの？スタート。あ、これ、あ、うわ、むず。特に、え？ん？ん？よくわかんない。今勝手に投げたぞ。あ、ほっとくと俺勝手に投げちゃうのかな？ほ、ん？ん？ちょっと待って、どういうこと？どういうこと？ん？これ、めがければ。あ、そういうことか。ああ、わかった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 。場所を決めつつ、カーソルがこれ真ん中に集まってくるときに投げないといけないことか。うわ、これむずいな。こうして、こう。ああ、むず。この辺でしょ、だって。うわずれる。どうしても上に行っちゃうな。ゴッ、おおなるほどね。うまくいくと面白いね。慣れるまで時間かかりそうだけど。おお、うまい。我ながらうまいぞ。こっ、いいんじゃない、慣れてきたよ。こっ、うん、まあ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 。
あ、ここに入れればいいのかな。ほっ、おっ、うまい。ドヤダーツのクラウドと呼んでくれって言っても、多分これ全然うまくないんだろうな。外しまくったしな、最初わかんなくて。うお、マジか。マジか。ティファよりへ、ん?すごいな。ウェッジ、ティファ、ジェシー、ジョニー。ジョニーもやってやがったぜ。バレット、マーレ、ビックス、フィン、ネリー。ウェッジが一番うまいんだ。これトップになんなきゃ。待つか。あ、おとなしく待たないとダメ。なんだ。これはダーツするだけだったのか。しょうがない。飲みかけだしな。飲んでおこう。あ、帰ってきた。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてる。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか。あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。あ、じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。クラウドが出ないんだ作戦。月てっきりもうすぐ魔光力と思ってたんだけど。ゴラクラグー。いいな、俺も混ぜてくれよ。次はもっと危なそうでな。おっと、すまね。それで無茶すんな。大一番が控えてんだぞ。だから後でね。おう、で、なんだっけ。ああ、ジェシーともデートができると。クラウドさんも腹減ったっすか。何の話だっけ。こういうの完全に蚊帳の外にされてしまった。マジか。おい、主人公だぞ俺。報酬ならあれ以上は出せないぞ。邪魔が入った。続きは、追い出されてない。また今度ゆっくり話そう。ごめんごめん。それから独立な。独立。あ、思い出すと腹立つ。降りれないのか。プレステの時はこの下でクラウド寝泊まりしてたんだけどな。さすがにその描写はまずかったのか。お前らのおかげでここまで来れた。てか、あれ、ありがとうよ。よせって、同じ覚悟を決めた仲間だろ。マリンがいない。あいつはなんだ。なんだ。あ、
もいい。まったく、うちの何兄ちゃん、近所の人かい。まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか。この辺りにネジロがあるらしい。どうだろう。ははん、鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。200、うん、300だ。ちゃ、まあいい。じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。BGM が懐かしいね。報酬が欲しいならついてこい。しょうがねえな。文句あっか、見てんじゃねえ。怪しいな。すげえな。めっちゃこのお兄さん見てきた。めっちゃお兄さんこっち見てきたんだけど。そんなガンつけないでもらっていいですか。ザコどもの視線がうぜえな。ウォールマーケットとは大違いっすね、兄貴。ででででででで、なんか地下道ってイメージだな、この BGM。 逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。なんだろう、バレットが狙われてんのかな。なんだろうね。兄ちゃんが先だ。はあ、心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。300ギルって結構安いと思うけど、この世界じゃ結構高いのかな。3万円ぐらいするのかな。おい、男の居場所知っているんだろうな。さあな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。お、てて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 、てんてん、一般人ですよ。問いつつやっちゃいますけど。うん、どうしようかな。まあせっかくなんで、どんどんね、このラピッドチェーンを使ってね、熟練度上げていきたいと思います。うい、2、3。うい、お、習得したって。これであれだね、武器変えても使えるってことですね。モード変えて、うい、まあ初回に比べるは戦い方も慣れてきたんじゃないか。まあガードは相変わらずできないけどね。で、あの距離でファイラーは死ぬんじゃねえか。ラストからの、よいしょ。回復しとく。いた。蹴られた。すげえ距離蹴られたけど。よいしょ。おい。おい。もう転がる動作なら任せた。痛い。痛い。絶対クラウドが言わなそうな声を上げちゃった。痛い。せっかくのクラウドが台無しです。すげえ距離吹っ飛ばされるな。もう一回ラピッドチェーン。終わった。ゲイン。終了。シンラがバレット。俺には関係ないな。スラムの心得その一。部屋に戻るか。だいぶクラウドもキャラがね、変わってきてるね。なんかもう原作っていうか、セブンの時のイメージがあるからさ。まあ仮にね、目ざといところは相変わらずですけど、初心者の館ではね、なんとタダで教えてくれましたからね、いろいろ。しかもタダでだっつって教えてくれたけどね。さあ帰ってきたぜ。てかアジトにあれだよね、なんか影いたけど大丈夫だったかな。お邪魔できない、残念。お、お待たせハニー。てか抜け出してきちゃった。遅かったね。めっちゃ可愛いな。なんつって。話があるんだけど、入れてくれない？じゃあ
前置きはなしで。お、今度は何の例だ。次の作戦に押せなかったお詫び。あ、じゃないとしたらなんだ。取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。お、手付金代わりね。早いな、もう召喚獣だ。イフリートだ。召喚マテリア。召喚マテリアをセットすることで召喚獣を召喚できるようになります。召喚マテリアは武器の特別なマテリアーナに一つだけセットできます。特別なマテリアーナ、なんか別なのかな。召喚獣は召喚マテリアが共鳴しサモンゲージが発動する特定の強敵とのバトルで召喚できます。じゃあ普通の雑魚敵じゃ使えないんだきっとね。私の計算だと出発したら朝まで戻れない。うん、準備は今のうちにしっかりね。はい、終わったら教えて。じゃあとりあえず寝とくか。